第0、あの最高の投資ライフを。皆さん、こんにちは。投資専門トレーナーの翔くんです。今回は、ムチのように体がしなるようになる胸郭のエクササイズ。これについてお伝えしていこうと思います。この動画を最後まで見ることによって、胸郭が動くようになって、体のしなりがしっかりと作れるようになりますので、今日から毎日一緒に見てやるようにしてください。まず最初に胸郭が硬いことによって起こるデメリット、これをお伝えしていこうと思います。まず一つ目が上下のねじりがしっかりと作れないこと、そして二つ目が体のしなりを作れないこと、この二つが大きなデメリットとして挙げられます。まず一つ目の上下のねじりに関してなんですけども、踏み込んだ側の足が地面についた時は体は正面を向いている状態です。つまり上半身と下半身でねじれが起こっている状態なんですね。このねじれがあるから球をしっかりと投げることができるようになるんですけども、ここをしっかりとですね、特に胸郭を柔らかくしておくことによってこのねじれが作れますよというところがまず一つ目のポイントです。そして二つ目に関しては体のしなりができないということですけども、実際これも胸郭が硬いことによって体のしなり、上半身のしなりっていうのがうまく作れません。なのでこの胸郭をしっかりと柔らかくしておくことで、ここでしっかりと体をしならせることができますよというところが2つ目のポイントです。はい、それではですね、実際に皆さんの胸郭がどれぐらい動きますかっていうのを一緒に確認していきましょう。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。まずは四つん這いになっていただきます。四つん這いでまずは胸郭の前後の動きっていうのを確認していきます。この状態からまず上にぐーっと丸まっていただいて、この時にどれだけ背中を丸められますかというポイントがまずチェックポイントです。そしてこのまま背中を反らせます。この背中を反らせる時にもどれぐらい背中を反ることができますかと、腰というよりは背中の部分ですね、ここの動きがどれぐらい伸ばせますかというポイントが2つ目のポイントです。この部分をチェックしてみてください。はい、それでは次に胸郭の左右の動きについてチェックしていきます。まず皆さん座った状態で手を頭に置きます。で、体はまっすぐ伸ばしていただいて、そのまま横にぐーっと倒していきます。この時に側面、こちら側ですね、少し張りを感じるかと思います。そして反対側向けていただいた時にどちらの方が硬いかというところも合わせて、ね、チェックしてみてください。この側面に倒した時に硬さがあると、そちらの側で硬さがありますよということなので、それを今確認していただければなと思います。そして最後3つ目のチェックポイントですけども、胸郭の回旋の動きどれぐらいいきますかというのをチェックしていきます。まず手を頭に置いていただいて、そのまま横にねじります。そして反対側にねじります。この時の左右の硬さ、どちらの方が硬いか合わせてチェックしてみてください。はい、それでは実際にですね、胸郭を動かしていくエクササイズ一緒にやっていきましょう。まずは四つん這いになります。何か棒状のものでもいいですし、ない場合はチューブでもいいです。そして四つん這いで両肘をつきます。ついた状態で肘を曲げていきます。この時にしっかりと胸を張るようにしてください。はい、結構です。だいたい目安は30秒ぐらいですね。では2つ目のエクササイズです。次はですね、この台を使って胸の張りを促していきます。同じようにですね、両肘をついた状態で頭を下げます。その状態から肘を曲げていきます。
反復的に曲げていきます。まあ、なるべくですね、しっかりと胸が張れるように意識してやってみてください。はい、結構です。では次ですね、この正座をした状態で斜め前に手を出します。まあ、少しこう横を向くような感じですね。この状態です。そしてこの脇腹の少し後ろですね、ここを少しこう前に引いてくるような感じ、少し前に引いてくるような感じで、少しですねリズミカルにやってあげるような感じで30秒間いきます。はい、結構です。少し多分肩が回りやすいかなと思います。じゃあ反対側いきます。同じようにいきます。はい、結構です。では次4つ目入っていきます。もう一度四つん這いの姿勢をとっていただいて、鼻の真下に手を置いていただいて、この骨盤ですね、ここが動かないようにアッパーローテーションしていきます。はい、結構です。では反対側いきます。同じように鼻の真下に手を置いて、骨盤が動かないように開いていきます。はい、結構です。では最後5つ目に入っていくんですけども、反対側の足をつま先上にしてこの形を取ります。そしてさっきと同じように鼻の真下に手を置いていただいて、アッパーローテーションやっていきます。これをすることによって内もものストレッチにもなりますし、胸郭を広げていくエクササイズにもなっていきます。OK です。じゃあ反対側いきます。同じようにつま先を上に向けていただいて、鼻の真下に置いて上に上げていきます。
はい、お疲れ様でした。それではですね、最後にセルフチェックを、もう一度しておきたいと思います。まず前後方向の動きですね。四つん這いになっていただいて、上にぐーっと伸びていただく。そして後ろに反る。胸を張る感じですね。動かした時にどうですか、この背中の丸まりと背中の反り具合ですね。さっきよりも行きやすくなってるんじゃないかなと思います。では次に左右の動きを確かめてみます。手を頭に置いていただいて横に倒します。では反対側です。いかがですか、さっきよりも動きは良くなってるんじゃないかなと思います。では最後です、回旋の動きですね。はい、お疲れ様でした。ではですね、以上4種目をお伝えしていきましたので、この4種目ですね、胸郭をしっかりと動かしていくエクササイズになっていきますので、まあ、今日からですね、毎日取り組んでいただければなと思います。はい、ご清聴いただきありがとうございました。